ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。本日は2022年の1月25日ということで、昨日かな、寝台としてレールガンと、花のケージか、ケージが入りました。まあ、正直まだ打ってもないですし、スペックをねインターネットで見たぐらいですが、スペックだけで言えばレールガンにさほど魅力は感じてないです。インデックスはそんな好きじゃないんですが、私、まあ、ちょっと肝を出しちゃいますと、水坂美琴っていうねレールガンのヒロイン、数あるアニメの中で好きなアニメヒロインランキングかなり上位に入ってまして、ちょっとなかなか甲をつけがたいんですが、水坂美琴、鈴宮春日、吉月伊織、まあこの3人がかなり上位に、まあ、タイプ的にね全然違うんですけど、まあ春日と水坂美琴はもしかしたらちょっと近いかもしれないですけど、ツンデレ系というか強気系、好きなんですよ。水坂美琴が好きなんですよ。もうフォルムというかビジュアルというか、もうっていうだけでレールガンっていうのを少しだけ興味を持つみたいな、まあそれもパチンコパチスロの一つの魅力だとは思うんですよね。アニメコンテンツとのタイアップの台っていうのは、逆にあの窓マギってあるじゃないですか、魔法少女窓かマギかっていうアニメに関しては、まあ正直アニメとしてそんなに激推しするような、まあいい作品だとは思いますけど、別にあの作品自体がめちゃめちゃ好きとかっていうわけではないんですよ。結構勘違いされたりするんですけど、ちなみに作品でいうと化け物語とかの方が好きです。あとコードギアスとか、はい、やっぱりねちょっとお店の構造上角台での収録がパチンココーナーだと望ましいんですが、ちょっと角台は2個とも抑えられていて、ケージに関しては、まあ、スペック的には逆にケージはめちゃめちゃ魅力があって、あ、興味はあるんですよ。実は魅力はあるんですが、逆にケージっていうコンテンツにちょっと個人的に、そこまででもない、まあでも打つんだったら寝台のうちかなっていうのもあるんですが、なんかそれよりも何よりもユニコーンが打ちてっていう気持ちが勝っちゃいました。はい、おかげさまで今月の収支が、現時点でプラス2万円と、まあ、勝ってはいるんですが、ただこれオールナイトの収支を、1月1日分に入れたんですよ。でそのオールナイトで、10何万勝ってるのも入れて2万勝ちなんで、実質というかオールナイト除くと、まあ、普通に10万近く負けてる状態 で先月も結局6万勝ちぐらいで、大した勝ちではないにせよ一応プラスなんで、それまでの、ね、動画で5ヶ月間ずっと愚痴のように言い続けてきた、とにかく負けまくってて金がねえみたいなことは言ってはないけれども、結果130万ぐらい負けて、去年のね7、8、9、10、11 でその後12と1で、現状一応暫定的に今プラス8万円ぐらいなんで、ほぼ取り返せてないんですよ。ちょっとだけ戻った状態で、今 なんやかんやふわふわっとしてるんで、あえて声を大にしてとにかく負けまくってるっていうほどではないんだけれども、そんなに余裕があるわけではもちろんないんで、取り返してないんで、ね、別に無理したい。おっと、先読みチャンス、素晴らしい。いきなり60回転で最初の先読み。ちなみにカスタマイズは、先読みと V フラですね、はい、これが最近のお気に入り。先読みチャンス入れてるとやっぱもう最終バトルまで行かないレベルのしょうもないやつか、ギリギリバトルに行くやつか、もう激強かで、基本激強しか当たらないんで、際どいはあんまりないんだけど、際どいでもまあまあチャンスある。だからこれ白なんですけど、これ赤とか金まであるっぽいんだから見たことないけど、これちょっと危ないですね。危ないっていう、うん、まだわかんない。あ、金、わ、これ当た、もうこれ大体当たるわ、大体当たるは持ったけど、でもこれこっからはもう微妙か激強かのどっちかになるんで、 V フラ出ないね。いやでも金出て、先読みプラス金出れば先読みチャンスなんで、もうこの時点でそこそこありますよ。はい、8は疑似連じゃない、疑似連チャンスいけば絶対疑似連と、あ、そのまま、あ、これあれね、ミッションだよね。はい、この台法則あんまないんですけど、8点は絶対疑似連します。別に疑似連が熱い台じゃないんでどうでもいいんですけど、はい、で疑似3、疑似2と疑似3の開始時と スピーリーチ開始デストロイモード、まあ、V フラ出ないね。 SP 開始時にも V フラフィーバーがある。いつなんだろう、ここなのかこの後なのかちょっと分かんないよね。聞いたことないんですよ、通常時の V フラ。まあでもこれは金出てるんで、さすがに、あ、もう早いね、赤いったね、はい、これで、まあ、出撃、これ危ないな、まあ、一応フィーバー決戦、この後よ、獣絡んでないときはこの後それでもで覚醒に行くか行かないか、行かなかった場合はフルフロンタル以外はまあまあ厳しい。頼む、それでも、あ、ダメだ、そうです、ああダメだね。
いやーファーストチャンス逃したわ。復活まだ見たことない。復活すればあーダメ、はい、復活それでもは、3000発とで今のは金1個出ただけでまあまああるって言ったけど、まあこれもまた経験不足ですね。まああそこからが弱かったいかんせん。ちなみに直近で打ったユニコーンは収録の前乗りでね1100ハマリのユニコーンがあったんですよ。1万円一本勝負ぐらいの感じで、まあ、俺が救ってやるよって思って結果9時ぐらいまで打って5万円使って2000ハマリを超えたところでやめましたね。だから自分で900何本回したんかな。先読みチャンスにしてて、先読み来たのなんと2回ですね。900ああこの弱いわ。これもうこれが青白これもう一番弱いわ。さっきもこれだったもんね。ただいわゆる疑似さんあ赤い赤いわ赤だ。あそこの色じゃん。ここの色か。これワンチャンあっていいんじゃない。じゃあ赤金緑はやだ。よしよしよしここで赤強いブルッレバブルやりました。白だったけどレバブル白だけどやりました。これはだいぶ期待していいよ。もうほぼほぼ当たったつもりでいる。はい、さあここから強いの。あーこれ発進スタンバイ第一で消えてユニコーンフリーズ。あ消えない。あれ消えない。赤ボタン。あー獣ね。はいはいはい OKOKOK、まあ、うわー来たわ出撃予告ユニコーンガンダム。あこれもうめっちゃいいやつ。3000何分の1激アツ4大演出で一番強いやつ当たった。こっからそれでもで覚醒したらもう絶対当たるし、まあ、この段階でもほぼ当たる。それでもはいはい当たりました。やりました。覚醒ですね。でガンダムユニコーン予告からの覚醒。はいもう、ま、鉄板パターン来ましたわ。来ないか。ああ金保留にはならんと。まあ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 これ外れたらもうちょっと話変わってくるんで、もうこれは絶対当たるんで。セグ見るとユニコーンはすぐあのラウンドが出るから、要は10ラウンド3000の時はセグ見ればわかるって言われたんだけど、そんなの言われなくたっては知っとるわって思うけど、でもそれでも俺は楽しみたい。それでもああデストロイレバー、はい、通常のレバーとデストロイと金の確定レバーみたいなあって、まあ、今真ん中でしたね。いやーいいねー楽しいねー楽しいけどまだだからまだ始まってないから。はいここでね昇格ってほとんどないんだよね。だからまあ逆に言えばファイナルチャンスそれなりに期待はできるんだけど、やめろデギン。あーまあまあまあまだあるからね。俺はセグミない派だから、ここでジャキーンの後ここでバシンあるから。あなかった、はい、でこれでセグ見るとね、はい、3ラウンドだねっていう、はい、ファイナルチャンス頑張りましょう。もしくはファイナルチャンス行かないパターンね。父さん母さんごめん俺は行くよ。これもうちょっと見たいよ。あファイナルチャンス行った。さあ大事行くぞ頑張れ。青埋まんの早かったけどな。これあんまり関係ない気がするんだよな。パターンあると思うんだけど、いっけーダメか。もうこのちょっと手前で行くのよ。行くとき一応ここからそれでもあるけど、あはい、あ楽しい時間は一瞬でしたね。はいいいさいいさ。さて2枚目です。1万円では決着つけれずしゃーなし。3枚目、今日負けんのかこの感じ。負ける感じ。3万円なくなった。当たんねーマジで。4枚目、金は降りきた。先読みがないんだよな。これはだいぶ強くないと当たんない。ここまでは悪くないけど、今日初の獣。赤ね。これ金金金金金。これ金いったら覚醒だから当たりだ。ちょちょちょ赤赤。ちょ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 頼む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 金金金。なあ。これでも覚醒したらマジでワンチャンある。でしないとかなり厳しい。
しなかった場合はもうフルフロンタルぐらいしかない。間違えろ、いけ。あー、これはもうフルフロンタルが必要になってくる。シンプルに弱い。先読みあってもちょっと怖いもん。これ先読みなしでこれだから、いや終わったわ。あー、金金金金いけば当たる。あーあー紫だ。あーあ、これはちょっと、まあ先読みもないんでね、これは無理だわ。いやー、なんでいつもこうなっちゃうんだよユニコーン、当たってくれよ。もう650ハマリだよ。きちい。4万円なくなりました。5枚目。まあ、取れ高もなんもなく終わるやん。なんで戻っちゃってるこいつ、楽しくなかった頃に。あー、なんでハマるんこんなに。400で先読み来てから何も来てねえわ。もう800なんだけど、もうほんとムカつくわ。あと1万円しかないし。パチンコってあれだよね、動画でやると取れ高的なところで言うともうないもんね、当たんないって。この状況ってもう最悪だよね。スロットならもしかしたら、いや、ないこともあるけど、絶対当たんないわけじゃないじゃん、天井があるから。なんかこうね、チャンスゾーンぐらいは行くじゃん。まあそれを取れ高と呼んでる時点でダメか。突破できないチャンスゾーン見せられても仕方ないもんね。最後の1万円、6枚目。これカミングスーン出たら当たる。あ、いや、先読みないけど、ユニコーンガンダム予告出るんだけど、違う、ガンダムユニコーン予告。あ、カミングスーン出たから出るんだけど、あれ外したくないよ、一回も外したことないのに。はや、あ、こっから行くの、メバブル。こんなとこから行くの初めて見たよ。めちゃめちゃぶっ演出ぶった切って。でも先読みしてない。ちなみに897回転。覚醒、いやもう当たったろ。このパターンは初めて見たわ。金金金金金いこう。金、赤かい。まあでもさすがにこれ先を見ない中で唯一当たるぐらいのレベル。外したことないし、これやだ、絶対外さないでマジで。白白の白、あとレバーが通常かデストロイか。金金金金、まあ、白だ。うわ、キモ。いや、さすがにこれキモいわ。うわ、先読みなし弱すぎ。ワロタはもう、今のやばくない、今のやばくない。ガンダムユニコーンからの覚醒外したんだけど。キモいわ、さすがにキモい。まあ、ちょっとこの台嫌いになったわ。あ、先読みチャンス嫌いになっちゃったもんな。ちょっとさすがにあれで外れるわ。先読みなかったとはいえ、ツラタニエンだよね。あ、千円札がちょうど10枚あるわ。いいわ、じゃあこれ全部使ってお財布すっからかんで帰ろう。今日7万負けです。もうちょっとユニコーン嫌いになっちゃう。いや、もともとそんな嫌い、あの、もうダメだ。メンヘラとかじゃなくない、これは。もう俺が悪いの、なんで線当たんないの。俺だけだよ、これ周り見回して線はまってんの。ほんとそれが嫌だ。なんで俺が一番当たってないの。お前が一番下手くそだよって言われてる感じじゃん。そんな悲しいことが起こるのかな。めっちゃ負けてるユニコーンで頑張って打ってみたけど、もう今日でダメかもしらんわ、さすがに。
もうこの台で何度5万以上負けたか分かんないけど、まあ、今日もこれで7万負けなんだけど、いや今日はもう本当に無理だわ、心が折れるわ、折れてるわもうすでに。ああはい、1157回、やめです。なんかもうつまんないんで何も言えねえわ、ありえんわ。はあ、面白くない。帰ります。